克鲁尼亚。好，先来看一个，先来看一个对话，罗尔夫跟莫尔顿，就是猎人跟战士。小孩子准备睡觉，等下罗尔夫也没有年轻吧？哦，他是说小孩子睡，所以，哈？哇，罗尔夫好健康哦，他好自律哦，天哪！把酒收一收，不准他喝酒，哎，笑死！清爽的早晨，他好健康哦，天哪，对我不行哎，我是不爱喝酒啦，但是早起不会觉得清爽。那我觉得今天就直接去找王子了吧。那个王子的名字我记不起来，基尔伯特吧，四个字很难记耶。诶，我记得有一个地方哦，这边虽然不能解放，这是24集，然后这边的38，好，去找王子吧，继承龙国之人。今天应该就可以把龙国这边剩下的搞定吧，这样下次就可以去艾尔海姆耶，应该只要不是为了工作我可以早起。我现在在一个地势很 狭窄的地方。基尔伯特为了夺回索尔德拉卡城，终于在裘萨堡垒成功募集了足够的兵力，解放军与他们合作对抗支配着多莱肯加尔德的杰诺伊拉军。我都不知道自己在念什么，一堆很难念的名字。他们不是有内应吗？アリン、来てくれて感謝する。ゼノイラ軍は共通の敵だ。共に戦わなければ勝てはしない。理屈はいいんだ。この恩は生涯忘れることはないと伝えたかった。そしてもう一つ、恩人である貴公に伝えておかねばならないことがある。それは一体？私には。ルートビヒという兄がいる。ルートウェイシ。すべてにおいて私より優れ、父と母、何より民に愛されていた。之前有提过。本来なら兄が王位を継ぐはずだったが、あの戦いから行方が知れない。ルートウェイシ不是维吉尼亚的未婚夫吗？ヘルマンをゼノイラ軍に送り込んだのも兄の考えだ。ついてきた皆には申し訳ないが、私がやっているのは所詮。兄の真似事だが、兄のいない今、虚勢を張ってでも私がやるしかない。父のマントを身につけたのは、その覚悟を示すためだ。那个是他爸的披风。父君のマントを身につけたのか。少しだけ威厳が増したように見えるぞ。軽口のつもりだろうが、額面通り受け取っておこう。蛮辛苦的，他看起来好像比雅莲还小哎。つまらんな。ところで、二人で何の話をしていたんだ？何？路德维希。大した話じゃない。
兄の昔話を少しな。ルートビヒ王子の話か。そろそろ時間だ。ヘルマンの部隊と合流し、ソルドラーガ城を奪還する。关起门来。話とは何だろうか。要讲悄悄话。戦いの前に呼び出してすまない。どうしても二人で話す必要があってな。特地把那个关门的动作。あの剣士、ルートビヒ王子だな。演示出来。気づいていたんですか。あ？リア、お前知っていて隠していたんだろう。そんなことは。等等等等，他刚讲什么？讯息履历。啊，亚拉米斯，那位剑士是路德维希，果然被我猜中了。我那时候想说他金发跟王子一样。ルートビヒ王子、久しいな。気づかれていたか。ゼノイラとの戦いから行方が知れないと聞いていたが、随分と髪を伸ばされたようだな。哇，他以前不是留长头发。ここで私の正体を知る者はリアとあなただけだ。どうか秘密にしておいていただきたい。私は隠し事が嫌いだ。拒絶保密。このことは笑死。伝える。秘密が守られなければ。ここを去るまでだ。哇，王子也很硬ね。生きていることが分かったのに、行方をくらまされては元も子もない。今は口外しないと約束しよう。だがそれもソルドラーガ城に着くまでだ。それでいい。それまでは解放軍の兵として戦おう。靠，所以他现在要离开了，是不是？でも弟の力になる機会があるのはありがたい。所以他弟没有发现，没有发现他在解放军里面。なるほど。ギルベルトは兄の代わりとして王家の責任を果たそうとしている。闘技場でも言っていたが、城を取り戻した暁には即位するだろう。だが、後で兄が生きていると知れば、ギルベルトが悩むのは想像できる。重点是不知道亚拉米斯怎么想。私もコルニア王家最後の一人として責任を果たそうとしていたからな。バージニアは。俺が生きていたことを知ってどう思ったんだ。正直に言えば嬉しさ半分、悔しさ半分といったところだ。私はイレニア様に憧れていて、今もコルニアを復興する意志がある。だからといって継承順位を覆そうなどという考えは持ってないぞ。それよりもアレイン、さっきの話だ。我感觉。アラミス。いや。ルートビヒ王子。亚拉米斯感觉。ギルベルトに会うよう説得してくれ。应该不想接下王位，做这么麻烦的事情吧。わかった。俺から話してみよう。アレイン、ありがとう。ギルベルトと似た立場のお前の話なら、きっと耳を傾けるはずだ。才发现你骑了一个月脚踏车。对啊，三月开始。骑车上班。哎 ，Patrick 安安，一来就听到雀跃的声音，因为那个亚拉米斯的身份终于揭开他的身份了。哎，所以现在已经进入关卡，所以雅莲要去找基尔伯特。哦，他给了我两个魔法炸弹。飞龙部队啊，没在怕的啦。哦，上面哦，那派会飞的直接杀过去啊。哎，有对话吗？没有。嗯，阿雅莲不是说要那个，还是要这个关卡打完？不是说雅莲要去说服亚拉米斯见他弟吗？
旁边王子的旁边有三个队伍，但是我可以控制王子。嗯，王子要让他前进吗？欸，他等级还不错欸，19欸。行くぞ。欸，等一下，我的队伍没有编好欸，傻眼。这几个还是没有编进去，这应该其他都有了吧？有，都编好了。然后看一下队长。哎，欸，扶老有编进去吗？哎，欸，没有，漏掉一个啊。这边哦，我觉得让扶老过去好了。向かいます。私の出番よく考えて。分かったわ。作戦通りに行くぞ。王子有点没用欸。为什么他都打不赢这些队伍？進軍する。然后再来一个飞的。等一下，希尔达，我觉得应该给他配一个补师，不然他好容易挂哦。等一下，等一下，应该要给他替换一下，这样应该会好一点吧。出撃するぞ、私が行こう。大本营在这里吗？那我觉得我可以先占领这边的。了解。我靠，飞龙骑士来了。後悔しても知らないわよ。欸，为什么他们的为什么这一队敌人已经损血这么多了？いい気味だわ。指示はちゃんと聞くわ。向かうわ。叫一队出来挡。出撃する。名侦探青蘭。加勢するぜ。援護くらいするわ。援護する。王子要好多人支援他哦，欸，还没打赢，靠，搞什么啊？王子，他真是太年轻了。必ず勝利する。この調子で行こう。先を見据えて。王子就驻守在这里就好了。どうするの？分かったわ。欸，他的其中一队为什么损血这么多？问号。これからはもっとお役に立ちますよ。哦，他20级了，欸，扶老20级，我其他角色好像都还没20。こちらの勝ちです。他升的好快啊。お任せください。はい、お力になります。打ち抜く。手を貸そう。どこま
で強くなるのだ。私は。標的は誰だ。残らず、こうよ。指示はちゃんと聞くわ。え？贝雷尼斯升那个转职之后，他现在可以召唤不同的队伍。哪对？哦，赫尔曼啊啊啊！他们那个卧底。间谍没错。但我记得他们不是很多人吗？还是他们是在同一队？好像是在同一队了。盾となりましょう。進軍します。かかってこい。援護する。剣術に積み重ねた成果か。出番か。一時撤退する。この調子で行こう。いや、这样不行ね。给他给他一个可以挡的。出撃する。標的は誰だ。作戦通りに行くぞ。進軍する。どうするの。あそこね。休息が必要だわ。私に任せろ。もらっていきましょう。さあ行くか。お任せください。向かいます。後悔しても知らないわよ。いい気味だわ。うん、他想干嘛。あ、被伦加利亚。靠、他该不会被洗脑了吧。何があった。反乱軍が前線を突破し、城へ迫っております。そうか。いや、面白い。そうでなければ張り合いがないというもの。いいだろう。相手にとって不足はない。出撃の準備をしろ。私が直々に打って出る。大姐好像有点坏掉耶。我需要派崔维斯过去吗？哎，他跑了。 What？ 我靠，他一下加了好多人哦。指示はちゃんと聞くわ。向かうわ。
先を見据えて行動いいだろう。お呼びですか。崔维斯哦，他在哪里啊？糟糕，我找不到啊！这里，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 但是只能绕路哎。出ます。はい。私の出番でしょうか。嗯？敵の射程に入ったようです。啊，前面那个，前面占领的。这边也可以出击嘛，哎呀，先让他回去。そちらですね。然后他们，我靠，お任せください。这也太多队了吧。了解です。一時撤退します。士気が高まってきたな。等一下哦，从这边出击好了。但是大姐在很前面呢，没关系，先帮忙清一下这附近的。行きます。どうすればいいでしょう。あの場所ですね。あなたの盾となりましょう。じゃあな。私が出るわ。どう料理してやろうかね。もっと強くならねば。魔女の力見せてあげる。ええ、容赦しません。また一歩進めたな。お、雅蓮也升到二十级了。可以可以。やりましょうか。おごらず研鑽に努めるとしよう。かかってきなさい。撃破しました。お力になります。向かいます。覚悟してください。这一场感觉也会打蛮久的。まだ後ろがあったようです。这边没有据点哦，我现在发现。見ていてください。頑張ります。但东西还是要捡。容赦しません。どこへでもひとっ飛びですよ。はい。お手並み拝見だね。この力。これからも期待しててね。疯狂升级耶！赞。指示をくれるかい？哎，王子这些随从走路有够慢的呢。標的は誰だ？最高の士気だ。今こそ生かそう。这边还没占领，嗯，从这边出发好了。刚刚回去的是罗尔夫队。出撃する。撃ち抜く。制したか。出番か。はい。魔女の力見せてあげる。すぐに向かうわ。相手になろう。
さらなる力が上々です。お、強化、強化長枪。私の勝ちだ。指示を頼む。任せて。目的地に到達。ここはもう安全よ。一歩たりとも通すまい。通らせてもらうぞ。あなたの盾となりましょう。期待には応えよう。かかってきなさい。甘く見ないでくださいね。お任せください。さあ行くか。指示を頼む。了解。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。運が悪かったわね。また強く。もうこの力早く試したいね。わかったわ。標的は誰だ。ここはいただきます。かかってこい。打ち取ったか。出番か。了解しました。覚悟しろ。この調子で行こう。お任せください。私が行こう。相手になろう。当然の結果だ。来い。希尔达好猛哦！この調子で行こう。指示を頼む。飛竜と共に強くなろう。相手になろう。強くなった私を見てください。この調子で行こう。私が行こう。任せておけ。どこへでもひとっ飛びですよ。はい。撃ち抜く。腕が上がったか。我猎人也升到二十了，攻击一排敌人。うまくいったな。行くよ。这边没有有锤子的角色。指示をくれるかい？魔女の力見せてあげ。任せといて。これは今日頑張ります。あの場所ですね。着いたわよ。気をつけて進みましょう。行くぞ。進軍する。覚悟する。ん？もっと。
刚不是本来有两个小队哦？没有，看错，小队是在下面。お力になります。行けます。ここだったね。行くよ。ええ。容赦しません。こちらの勝ちです。制圧したぞ。作戦通りに行くぞ。哎，王子是不是不能？他不能返回据点啊，他是暂时加入我们而已。向かうをよく考えて。魔女の力見せてあげる。不能用这个。可恶！不能直接过去啊。欸，一堆角色都升到20了。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。锤子的角色不低呢。立ちはだかるなら投げ払うまで。かかってきなさい。撃破しました。お力になります。はい、どこへでもひとっ飛びで向かいます。撤退させてください。かかってこい。コルニア王家の血が騒ぐ。出番か。はい。指示をくれるかい。我觉得他回去会比较快。すぐに向かうわ。あ、長距離、他可以传送吗？あなたの盾となりましょう。指示をくれるかい。ええ、一旦戻るわ。取りましたよ。お呼びですか。お力になります。了解です。次の指示を。敵の射程に入ったようです。欸，王子超慢的啦，还是我要需要让王子去前面啊？哦，超远，王子加油！我来雪绒队。出ます。私の出番でしょうか？帮王子铲除路上的障碍。神のお導きを。進みましょう。強くなった気がするぞ。どうするの？出番か。標的は誰だ？進もう。私の出番でしょうか。そちらですね。良いものを見つけました。どこへでもひとっ飛びですよ。这个在他旁边，
的这个投石机应该是打不到这里，因为投石机要比较外面一点，它的范围是比较外面一点的。次はどうしましょう？神のお導きを。这边打不到，往前一点。進みましょう。私の出番でしょうか？出番か。はい。はい。行きます。我在想。私に任せろ。可以消耗英勇值切换队长，消耗一而已嘛。那王子就可以飞了，非常好。進軍開始。着きました。那怎么有人跑出来啊？傻眼！出撃します。癒し手が必要ですか？行ってきます。負けられません。お手伝いしますよ。了解しました。一時撤退します。標的は誰だ？雅莲这一队，对吼，我应该要把崔维斯叫出来，重要。指示を頼む。出ます。さあ行くか。撤退するぞ。神のお導きを。先让崔维斯去会会大姐啊！好痛哦，天哪！不太行哎，要不然雅莲先上。向かいます。お力になります。頑張りますよ。この力があれば、私の出番でしょうか。進みましょう。立ちはだかるなら力を合わせましょう。威勢がいいのは嫌いじゃないよ。その分潰しがいがあるからね。ほう、お前が親玉かい？だったら存分に楽しませてくれよ。そのためにわざわざ城から出張ってきてやったんだからさ。どうしたんだベレンガリア、まさか支配の術をかけられたのか？どこまでやれる？行きますよ。効かねえぜ。苦しみない、まだあるぜ。おお、利札也蛮厉害的。空へ回復させてもらうよ。およ、厳しいな。これでも食らえない。等一下。厳しいな。屁啦，他是要打几百下啊。鍛錬の成果が出ましたね。我傻眼耶。那はい、行きます。どこへでもひとっ飛びですよ。換崔维斯。王子好慢哦。負けませんよ。姉貴、
すぐに助けてやる。耐えてくれよ。楽しませてくれよ。大姐没有要跟他说话，好惨哦。安心してください。せいぜいもがきな。哇，他对大姐下毒。気をつけてところで。行きますよ。啊，盗贼哦。無駄だこ。はい。これで安心ですね。啊，最后怎样？要让王子收尾吗？应该不用吧。王子，哎，他有弓箭手，哎，好了，不然让他表现一下。好慢哦。覚悟せよ。哎，他们默默的有点回血，傻眼。援護しますね。哎，王子很不 OK 呀，他动作太慢，他们默默回血。ソルドラーガ城は我が王家の城。貴様たちには不釣り合いだ。王家かどうかなんて関係ないね。釣り合うか否かは力で示せばいいのさ。疾風のごとく。せいぜい気張ってろ。勝利を意識しろ。それだ。まさか。盛り抜くぞ。受け。まだくそ。これでも食らいだ。まだだ。いや、那虐杀好猛哦。超猛欸。みんなに感謝を。但王子不太行欸。神のお導きを。欸，等一下，雪蓉他们这一队也没办法完全打倒，也太硬了吧。かかってください。これでも食らいだ。これだ。この調子でいきましょう。甘く見ないでくださいね。终于。アレイン、お願いだ、指輪で姉貴を。欸，我怎么觉得他施法速度变快了？是变熟练了吗？ごめん、姉貴。俺のせいでこんな。いや、いいんだ。私こそすまない。それでも守りたかったんだ。あんた。失礼する。ギルベルト様。やはりな。そのお友達。うん？ゼクスヘルム家の霊場ではないか。それ他也是。あのような集体を晒し。貴族吗？合わせる顔もありません。曾经。済んだことだ。気にするな。だが、なおのこと合点がいかない。なぜゼノイラの将軍となった？对啊，他为什么会跑去杰诺伊拉那边？古代ゼノイラの遺物である。この鎧を手に入れるためです。奴らと戦うには力が必要となる。それでゼノイラに取り入ろうと。有目的的啦。そういうことだったのか。親父の仇を討つために。だがゼノイラに関われば、あんたを巻き込むことになってしまう。果然。すまない。戦いから遠ざけるために、あんたにひどいこと。那时候说他是拖油瓶。もう失いたくなかったんだ。父や母だけでなく。あんたまでも。ならば答えは出ているではないか。うん。どうするべきか。置き去りにされる側というのは実に辛いものだ。なあ、トラビス。邪魔をしたな。私も決着をつけに行くとしよう。え、他是说亚拉米斯呢？トラビス。お、大姐好高哦。もう一人にはしない。ずっとそばにいると誓う。姉貴、信じていいんだな。約束だぞ。ああ、これからは一緒だ。心配かけたね。这个，这个身高刚好。
非常刚好耶。崔维斯刚好在贝伦加利亚的胸口那里。这是个很好拥抱的身高差。这游戏很多大只的姐姐，赞。有啊，有一个那个竞技场那个 超大只。哎，来了。兄上，生きていたのか。なぜすぐに戻ってこなかった。ゼノイラとの戦いで父上を失い、俺の軍も全滅した。無能の烙印を押された俺が戻ってどうなる。父上が亡くなったあの戦い、あれは兄上の責任ではない。支配の術ならバージニアから聞いた。グロスタの裏切りもそれが原因だとな。沙漠那个。それを今さら言ってどうなる。は？それならなぜ戻ってきたんだ。お前に会うようアレインに強く説き伏せられた。ギルベルトが王になるのを迷わぬように。哦，他真的没有要打算接下王位。父上も喜んでいるだろう。ルートビヒ王子、やはり長子である兄上が王位を継ぐべきだ。俺は一度この国を捨てたのだ。王位を継いでもろくなことにはならん。無能な王が戻ってきたと臣民も混乱するだけだ。確实兄上ならば俺よりもきっとうまくやれるはずだ。身内の根踏みは甘いのに、お前は自分に厳しすぎる。兄上。お前を信じて集まった者たち、彼らの期待に応えてやれ。彼らがドラケンガルドの王として望むのはギルベルト、お前だ。兄上はこれからどうする。一傭兵としてガレリウスを倒すため解放軍と共に戦うさ。ならば俺も解放軍と共に戦おう。あ、王子。ダメだ。あ、你国家で。お前はドラケンガルドを立て直せ。ドラケンガルドの王は俺だ。一傭兵の言うことなど聞けないな。仕方のないやつだ。兄弟一样任性。父上のそのマントよく似合っているぞ。不是啊，雅莲不会一直留在多莱肯欸。之后还要去别的地方呢。大急救包，拿到了一个大急救包，然后那个旗帜的部分有拿到多莱肯加尔德地区的旗帜了。哈，他真的要跟着解放军哦？啊，他国家怎么办？他的职业我记得叫王子嘛？哎，那可以给他升等、转职。ギルベルト王子と共闘し、ソルドラーガ城を奪還しました。敵勢力の弱体化に成功したと言えるでしょう。收复一块地区了。こちらが現在の勢力図です。次はどこへ向かおうか。南西のエルヘイムへ向かうのはどうだ。スカーレットを助けた時におかしな啓示を受けたんだろ。エルヘイムへは迷いの森を抜けねばなりません。コルニア南西部の迷いの森へ向かいましょう。终于要前进艾尔海姆了。但是多莱肯这边还有一些地方还没解放，一些小地方。哦，赫尔曼。要接下王国的杂事。兄弟一样任性欸，就丢着国家就要跑掉。这边的旅店有什么？香醇起司汉堡排。
哦，综合海鲜炖饭，靠，看起来都超赞的。这个番茄先不要，这个番茄就算了。哎，好赞哦，这个炖饭可以四个人吃，然后110。靠，我刚刚因为我今天下午休假，所以我大概5点前就吃完晚餐了，怎么办？我现在有点不行，我已经刷完牙了。我番茄我回来，什么鲜彩番茄玛格丽特披萨，这什么邪魔歪道？哎，这汉堡排不行啊，这一定要吃一下，就随便找几个。哇靠，这个油滋滋的汉堡排，然后旁边有生火腿沙拉，哎，还有 cheese， 哎，还有四种熟成 cheese， 然后还有蒸烤面包。那感觉那个什么火腿沙拉跟 cheese 就是要夹在面包里面啊。然后它那个汉堡排中间它有包那个 cheese 的，然后旁边看起来有那个洋芋片。これ食わないと損だぜ。おかわりはないのか？何苦呢？用眼睛吃。涼みたくなったらまたおいで。香草色的招牌耶。哎，基尔伯特，让他驻守在自己的城，应该也是合情合理。来转个职，我来看看。基尔伯特不能转哦，他本来就等级二，他本来就比较高级了，是不是？看一下，哦，王子，王子这里面两个都是他，一个有穿披风。就一个有穿他爸的披风，一个没有，所以他就是只有一等啦，他没有，看起来没有再可以再转职的，好吧？那我看看要给谁转职呢？奇多拉，他的锤子也会变成锤肉的那一种。今天不知道声望能不能升到 A 耶。哇，城堡里面的武器，龙骑士枪，龙骑士战枪。HP 加15，速度加15，然后物攻20，哎，15000，其实也不贵。但是希尔达的魔法攻击会减少很多，问题是他不用魔法攻击吧？啊，就叫龙骑士啦，不给他穿，要给谁？反击耳饰，反击技能威力加40。其他这边的就一般般，铁系列的，黑铁系列的好一点。黑铁系列有必要吗？我看一下，因为现在大家的武器都很一般啦，我看一下，欸，莉亚啊，他莉亚升级之后可以再拿一把剑，然后就没了。斧呢？奥本的粉碎斧还有需要吗？他的物光很低呢，也不能说很低，就是比较早期的铁斧。好了，给他换一下黑铁枪。弓的话应该不用，
黑铁杖有需要吗？生命之杖，他们这边的杖都有特殊效果。盾的话其实也蛮多特殊效果的，就是有拿到比较好的盾。大盾，我看一下那个贝雷加利亚，这边就有一个黑铁大盾，格挡32 HP 恢复量，暴击率，你要给他换一下。来てくださいました。自慢の品を見ていってくださいよ。目前看起来道具都还够了。哎，等一下哦，看一下王子的状态。现在王子好像加不进去耶。我现在队伍是不是有点满 ？AP 加一哦，要给王子带这个吗？欸，王子可以带三个，他可以带三个饰品，中毒无效，燃烧无效，然后可以另外再一个，然后他这些指令有够多欸。火焰恢复，先这样吧。然后看一下我的队伍现在都是，哦，这边少一个，基尔伯特19，但是。我是不是应该先练一下贝雷加利亚？贝伦加利亚，王子没有位置。艾尔海姆，这边有一个羁绊对话，亚拉米斯跟葛洛斯塔。哎，苦涩的表情。壮烈的生活，好好奇他以前是什么样子哦。不知道他跟维吉尼亚会不会有对话。
格洛斯塔也是那种会认真把感性的话讲出来的那种人，跟雅莲同一种 style。哎，这可以到这里，这什么秘密基地？这里的生活一直很安稳，有点像世外桃源。いや、よくぞ来て。また。わしが取り扱う武具は技物じゃ。褪色的赌徒硬币，广域良机是什么？其他我方成员进行攻击前发动啊，主动其他我方成员主动攻击的时候会发动，附加一次增益效果，攻击力加30，暴击加50，命中减50，这有个屁用哦！有一半几率会打不中哦，不，减50，不是减50%。但减50很多哎，但感觉不实用啊。またな。いいだろう。然后这边有一个乔瑟夫跟维吉尼亚的对话。真的是远走高飞耶，而且他那时候才7岁嘛，还是几岁？所以雷克斯那些人应该都是他到岛上之后才结识的，因为毕竟他离开王城就是跟乔瑟夫两个人而已。而且说真的，乔瑟夫跟雅莲年纪差的有点大嘛，所以他一定没有办法，全方位的去支持他某些部分啦。就有些东西可能还是要有同龄的人吧，就是有同龄的人去分摊。这边有够远的，他这边都是单行道，就是一条路这样子，好远哦，回来了。这边是一个比较大的城镇，中间有一个龙的雕像啊，这边有，这不是墓地吗？墓地不知道差几个，多来肯这边的墓地。最后一个了，又拿到一个生命之掌，看一下，生命之掌，魔法攻击13，其实没有很高哎。啊，史嘉蕾还在拿这个，我是不是应该给他换一下？他的 AP 暴击有多少？我看一下，他 AP 有3耶，可以给他换那个。这个沙尘之杖，靠，他不能装，这个应该是攻击性的职业才能装啦。可恶，那我看一下，贾娜呢？贾娜2。啊，那个奥修2，啊，不然还有什么职业啊？沙尘之杖可能只有萨满可以装，看一下，塞尔维只有2，
不行啊，这样发动不了耶、欸、可恶。好吧，但他们看起来转职过后，他们的很多人的 AP 跟 PP 最多只到2，那如果要再提升，不知道后面还有什么样的提升的方法。细剑，他说的是亚拉米斯吧，长发的大姐姐，长发。梅丽森德是短发、啊、所以他是不是在说亚拉米斯？笑死，小妹妹把他认成大姐姐。快升了，お任せを、王子。说不定他真的穿女装，哎，这个不好说，这个不清楚他有什么嗜好，他就是一个神秘的人啊。这边有那个。这边有一个石板，但是我看一下顺序。哎，死神，蝎子已经找到了，死神好像还没。那、啊、这个是飞龙，反正顺序又要重来了。他不想继承王位，就是有新的志向。他在颠沛流离之中找到了新的方向，普利姆跟亚拉米斯。之前亚拉米斯还救过他呢。我怎么觉得他对亚拉米斯特别好？果然是花在吃的上面，最近太努力了，所以吃了不少东西。不是，他把所有的餐都点过一次，是不是？啊！想要把跟亚拉米斯聊天当成奖赏，亚拉米斯拒绝。哦，我靠！他是在撩他吗？嗯，你想更了解我这个人吗？但是亚拉米斯有一点，稍微有点，就是有点不正经，就不知道他讲这个话是不是认真的，感觉有点不像认真的。这边有亚拉米斯跟啊，亚拉米斯跟维吉尼亚，不知道他们有什么话好说的。老朋友啊，亚拉米斯这男人的特征就是一头长发，他还有塑造的形象哎。啊！利用头发来战斗，什么意思？
确定？我感觉他在胡乱呢。我觉得他在胡乱维吉尼亚。靠，果然。这边有亚拉米斯跟莉亚，莉亚应该算是他的下属吧。不是，他又没有整容，他就是留个长头发，有这么难认吗？感觉就是比较正派，比较比较不能变通的人。就可以再让一个转职 Monica。 いいのではなくて？欸，为什么觉得他数值提升好多？我在想还需要再雇用圣职者吗？这边是要去哪里？这个不就海滩而已。圣地耶，哦，这边应该就是之前打过的地方了。这边雅莲跟雅拉米斯的对话，这样算王子对王子啊。
他也知道他弟辛苦。哦，有道理耶，廉价的剑实在不怎么好用，就是大少爷。跟他弟其实很像耶，应该说他们兄弟很像耶，就是想法都蛮负面的。像基尔伯特就是对自己的评价很低，就他觉得自己没有办法做得很好，然后亚拉米斯也是有点讨厌自己。这边有一个，雅莲跟维吉尼亚。怎么了？维吉尼亚大发雷霆。所以到底怎么了？啊，靠北哦，他那时候才几岁？看起来这附近应该都探索完毕了。哇，我的那个对话看得很干净耶，清得很干净，只剩下沙漠下面沙漠一些而已。那上面好像只剩这个地方还没解放。有了，还有那个桥，这个桥还没修。我的木材到底够不够啊？死神的石板在这里，就差这个。这个24还不行，那个港都。我地图探索率 49.3， 那现在只差这个木材耶，目前可以解的。我来看看，到底够不够啊，我的木材。终极指南书。まだ伸び足りないね。哎，又有一个这个守墓者灯火。哦，大急救包是饰品哎，队伍救援。恢复所有我方成员25% HP， 但是还有两个 PP。
才差五个，那怎么办？我是不是要先去？我知道，我去刷一下那个，我去刷一下自由关卡，因为关卡结束，那个助手的人会收集材料，刷个几次。行きます。どこへでもひとっ飛びですよ。向かいます。行きます。どうすればいいでしょう。はい。次はどうします？いい調子ですよ。立ちはだかるなら、投げ払うまで。哎，布鲁朱安安，圣灵之光一突然的通关了，这样很快耶！我之前稍微玩了一下，我觉得有点困难，我这个手残觉得有点困难。見ていてください。どうすればいいでしょう。あの場所ですね。お任せください。負けませんよ。この力使ってくれよな。どこへでもひとっ飛びですよ。行けます。お力になります。容赦しません。甘く見ないでくださいね。哦，拿到五个木材，好像可以了。哎，啊，不一样的木材，靠，这个只多一个。まあこんなところだろう。少したくましまだ成長できるもんだね。日頃の鍛錬の成果ですわ。我是先玩二再玩一哦，所以大致上雷同。一相对简单，平台跳跃多了点。行きます。出撃よ。私だって。任せて。到着よ。お任せください。はい。え、他、这个、这边居然给我绕过。どうするの？什么意思？頑張らないと。いいわ。かかってきなさい。撃破しました。お力になります。了解です。え。他要直接去打我的那个。出撃する。容赦はしない。どこまで強くなるんだ、俺は。いつでもやれる。撤退する。お任せください。頑張りますよ。お力になります。立ちはだかるなら投げ払うまで。こちらの勝ちです。
这木材又没 增加，讨厌，都是克鲁纳特木材。我确定一下这边的木材到底是哪一种好了。啊，他好像没有讲啊，看那个就知道了嘛。这个啦，德拉西亚木材，德拉西亚木材。等一下，我有这个东西。哦，对啦，就这一个。啊，可恶，收集不到哎，怎么办？只能真的一直刷喽。怎么会这样子？还好刷这个蛮快的。行きます。お任せください。はい。出撃するぞ。指示を頼む。任せ次の指示を。当然の結果だ。かかってきなさい。甘く見ないでくださいね。お力になります。行けます。お任せください。向かいます。私が行こう。ひとっ飛びだ。我是就先不管，往后推自然有一天就够了。可是就差一点点，那感觉有点不舒服，很像金鱼大便挂在后面一直要掉不掉的，这就有点强迫症了、啊。就感觉现在其实就可以解掉，但就是材料不够。哎，二十九了，可以，再来，再努力一下。哼，那俺ってば才能。褒めても何も出ねえぞ。他听到我的抱怨了，多给我一点。行きます。お力になります。出撃するぞ。指示を頼む。さあ行くか。撤退するぞ。出撃するぞ。私が行こう。任せておけ。覚悟しろ。私の勝ちだ。指示を頼む。了解。ここが目的地だな。当然の結果だ。立ちはだかるなら投げ払うまで。こちらの勝ちです。どこへでもひとっ飛びでお力になります。はい、どこへでもひとっ飛びですよ。頑張りますよ。容赦しません。甘く見ないでくださいね。诶，是说多莱肯这边就已经到终极二了，那下面的地图会是怎么样？高级，那、啊、然后再往后嘞，还有很多块地图哎。哎，这个德拉西亚木材瞬间暴增到36个，什么意思？
気分がいいな。まだまだ精進せねば。一歩ずつ前に進み。僕も伸びしろ。哦，我所有角色都升到十八级了，很好。哎，利札，利札快要升到二十一了。来，马上来解。哎，我差一点声望，只差一点声望就可以升到 A 了。先来解这个石板的刃，这个解完声望应该就够了。然后这个石板是蝎子、死神、鸡蛇跟飞龙。蝎子，然后鸡舌，靠，不对，蝎子、死神、鸡舌，靠，鱼脑哎，我的天哪！蝎子、死神、鸡舌、飞龙。我下班后那个脑子就关机耶。蝎子、死神，刚按下去瞬间想说，哎，好像不太对。然后死神是刚刚那里吗？鸡舌，然后飞龙，飞龙我记得在东北。王府多来加修，王府多来加修，这个是这个斧头的名字是不是 ？Yes, yes， 我的声望升到 A 了。但我队伍可以开启五个人，但我现在没有勋章，我没有勋章啊。我觉得比起开启五个人，我想要先把大家转职哎。我现在应该又可以再帮一位转职，哎，可以帮三位吧，两位到三位转职，梅丽森德。どう？私強いかしら？他跟莉亚就是，哎，转职学习到新的技能。他跟莉亚就是一个蓝色，一个红色，哎。就是一个 CP 的配色，然后科姆好便宜哦，他只要25个勋章，跟雷克斯一样。まだ上を目指せそうですな。然后杰瑞米，
好像站得比较正。強くなっちまって。剩下五个角色，他们都好多三五哎，所以要降七十，七十加六十，一百三，一百五十五，还差一百五十五点数量，那个勋章。啊，如果要扩充部队，扩充部队的话，四个人扩充到五个人，一队就要两百，所以我有十队，就是还需要两千的勋章。好哦，看起来没那么快。然后我想看一下那个哎，黑市商人，但现在是白天。其实等两分钟，在大地图等两分钟就会切换日夜了。稍微等他一下。大腿前侧紧绷要看内侧、外侧还是内侧？嗯，就是前面啊。就是踩脚踏车，踩脚踏车的时候不是会上下上下，到上面的时候会觉得哦，怎么那边好紧哦，然后很酸。他有卖什么？病毒黑杖，靠，感觉 好毒哦，猛毒爆裂，战斗结束时发动。哦，如果目标处于攻击状，处于中毒状态，会变全体攻击。这个，我、哦、靠，好毒哦！火焰爆裂。嗯，要帮贾娜换吗？八千块是便宜啦，我现在有五十六万。啊，我怎么有那么多钱？我不知不觉，我以为是五万呢。换起来，血色之弓好像我好像有一把，不是，我没有这个。盗贼铃铛，闪避附加，杰诺伊拉士兵杖。觉得是不是要帮史嘉蕾换一下？帮他换一下好了。弓应该不用。盾，哦，杰瑞米升等，所以可以再多拿一个盾。然后大盾不用。内侧是四头肌，你说大腿那边是四头肌吗？如果要放松，可以拿网球、筋膜球。左右方是觉得筋放松，觉得筋肌肉紧绷的地方。坠是好东西吗？是好东西啦，哎、欸，各一万块。PP 跟 AP 很需要、欸，哎 ，PPAP， 好，这样，我是不是可以前进艾尔海姆了？哦，地图还没有探索，没有探索到五十。艾尔海姆的第一个石板我已经找到了。诶，任务我有接吗？先过去。 I have a pen 笑死。
是帮史嘉蕾加一下吧。哦，王府多来加修全能力值加五，哎，靠，这好猛哦！这太猛了吧！我靠，这个要给谁？黑铁斧很 low 哎，靠，还有更 low 的铁斧啊，因为贝伦加利亚离队很长一段时间了、啊，送他战锤、蛮族斧。哎，艾尔海姆的石板的任务还没接到哦。哎，真的没有哎。啊，要哎是应该是要先找到笔记吧，我在想。好，马上来解放艾尔海姆的第一个地区。反击开始。最後の奇襲までも失敗だと。ビナラゴス様。欸，为什么不会自动播放？ロザリンデ様が兵を率いてこの砦に。ご無事であられたのか。ロザリンデ様。ミナラゴス。この通り、私は無傷よ。他们这边都是走美型路线的。よかった。おお、ヤーナ様まで。久しぶりね、ミナラゴス。ご無沙汰しております。ロザリンデ様、援軍はありがたいのですが、もう撤退しなければなりません。あ、要撤退了。ここは間もなく敵の手に落ちます。まだ終わってはいない。哇，雅莲在这里居然看起来有点壮。アレインだ。ロザリンデ殿の要請を受け、援軍として駆けつけた。私は。罗莎琳德跟你跑了整个龙国，没错。でもこの砦に戦える兵は残りわずかだ。敗北は免れまい。ならば友軍として要請する。解放軍はこれから敵拠点に突撃する。抵抗軍にはご詰めを担っていただきたい。この劣勢を目の当たりにして、あくまで引かぬというか、頼もしい。こちらとて死を覚悟しての戦いだ。矢が尽きようとも戦い抜こう。他们这个地区是不是都没有肌肉男了？这样我就有点不是很期待耶。哦，擅长攻术跟治疗，好棒哦！又远程，然后又会治疗哦，精灵工兵新的职业。擅长后方支援，那什么？那个是飞龙吗？好像不是哎。哦，这是哎，这是十九。指示を行う。出撃する。答えてみせよ。私に任せろ。出撃よ。どうするの？分かったわ。出撃するぞ。私が行こう。
ひとっ飛びだ。次の行動に移るか。次は何を。この調子で行こう。指示を頼む。了解。もう仲間は失わせない。向かおう。私が行こう。任せておけ。天は見ているのだ。おお、敵方也有精灵。应该是被洗脑吧。是吧。頑張らないと。順調よ。私を見ておけ。覚悟しろ。当然の結果だ。指示を頼む。了解。私が相手だ。当然の勝利だな。指示をこう。心得た。これで戦況が優位になるはずだ。え、他们没有要理希尔达的意思。やったわ。どうするの？私が行こう。哎，有点弱。指示を頼む。ひとっ飛びだ。天使を前に愚かな。手加減はできんたちでな。さあ行くか。哎，这有对话哎，等一下。法比欧，哈哈，等等哦，让他过去。向かおう。私が行こう。よ、さあ行くか。この調子ね。この勝利を天に捧げる。いいわ。必要な時に使おう。応えてみせよ。どうするの？うん、还有点远。近一点吧。天は見ているのだ。我靠，又来！私が行こう。指示を頼む。任せておけ。来い！当然の結果だ。相手になろう。この調子で行こう。私だって順調よ。頑張らないと。分かったわ。覚悟しろ。私の勝ちだ。私が行こう。了解。ここは私が。この調子ね。
どうするの？いいわ、いつでもやれる。すぐに飛び立つ。到着よ。哦，可以了。对话，快醒醒吧！哎，他没有被洗脑哦，我以为他是被洗脑。好，就这样讲两句，他就醒悟了。傻眼呢。次の指示は。指示を行う。心得た。え、这个漏网之鱼。さあ行くか。ひとっ飛びだ。私が行こう。任せておけ。え、他应该碰到刺刺了就会挂掉了。私を狙う者がいるな。この調子ね。到着だ。当然の結果だ。これは天からの恵みだ。指示を頼む。ひとっ飛びだ。さあ行くか。我应该让希尔达休息了。了解。换别人。行きます。頑張ります。はい。ふむ。やったわ。ここだな。到着しました。通せました。見ていてください。向かいましょう。もう仲間は失わせない。向かおう。私だって任せて。君の判断に任せよう。心得た。撤退するぞ。士気が高い。この調子で行こう。私を見ておけ。もう仲間は失わせない。向かおう。頑張ります。狙われてるって。这一场打完今天应该就差不多了吧。哦，又来了。 Shit， 太近了吧。直接包围史嘉蕾。この調子ね。完全没有喘息的空间。やったわ。他只要圈圈有碰到就会直接进入战斗。順調よ。どうすればいいでしょう。負けないわ。やったわ。頑張ります。覚悟してください。問題ない敵でした。頑張らないと。いいわ。指示をこう。承知した。答えてみせよ。私に任せろ。ここは私が。順調よ。私だっていつでもやれる。我在想应该要让精灵去一下吧，先不要把那个打死。哎，他为什么要绕路？他不能直接往这吗？真的是问号哎。私を見ておけ。あ、行こう。ここだな。指示をこう。承知した。立ちふさがるなら排除する。援護するわ。援護する。ご分を。答えてみせよ。
君の判断に任せよう。心得た。必ず生きて。支援は任せて。いや、这样打不赢ね。エルヘイムの残党狩りのはずが、反乱軍まで現れるとは、この際仕方ない。まとめて刈り取るまで。この戦いで散った仲間たちの無念、ここで晴らさせてもらう。这两个人讲话都好温柔、哦、一点叫嚣的感觉都没有。直接挂掉。差一点点了。どうするの？おかげで良くなった。もう仲間は失わせる。向かおう。やるとしよう。行こう。エルヘイムの未来のために。任せたわ。バカな。一息ついて。負けてまで乱れん。命ある限りあがいてみせよう。不过他们等级好像比较低，因为这个关卡毕竟15级而已。解放軍のことは聞いていたが、ここまでやるとはな。なんという負傷兵の多さだ。我々も救護に手を貸して構わないか。ご好意いたみる。解放軍の手助けに感謝を。ご覧の通り、先の戦線では甚大な被害が出た。戦線復帰が難しい重傷者ばかり。私の部隊も壊滅した。状況は理解した。ところで、退治した敵兵は正規軍ではなかったようだが。占領地が広いと兵はいくらいても足りないのだろう。素性よりも頭数が優先で、手当たり次第に集めているという噂だ。就是负责守这附近的都是一些最初から考えていないような比较 low 的军。私は敗残の指揮官だが、このままでは死んだ部下たちに顔向けできない。彼らの魂を背負い、エルヘイムからゼノイラを廃するためにも、私も君たちの軍に兵として加わりたい。什么？还要加入？哎，皮特安安。虽然我已经要关台了。I have a pencil。这里面那个 PP 跟 AP 讲起来就很好笑。啊，我现在。我现在有两个角色没有办法编入队伍，还是要先把雅莲踢出去。不过这个利纳拉格斯，好难念哦，叫她利娜好了。利娜很像女生的名字。这个利纳拉格斯，她的长筒靴还不错。哦，转职是转职的任务是在这边哦。可是我当初来的时候，整个就是被追着打，哎，最后是夹着尾巴逃跑。关台不重要，重要的是我们等你回来。哎，这个地方打赢这个练习战3000块耶。虽然我是精灵，但为了糊口
就是加入佣兵怎么样，精灵不能加入佣兵吗？他怎么讲的好像有点歧视佣兵这个行业。跑回克鲁尼亚看一下这个贾娜跟妮娜。什么？他在跟谁说话？乌鸦。贾娜应该不是在唬烂他吧？果然在唬烂他。应该说会有一个想要努力的对象，就是想要向他看齐的对象，但要说完全想变成那个人，我觉得这很难，因为毕竟每个人不是十全十美，就是再好的对象他都一定有他的缺点，就是他一定有你不喜欢的部分，所以根本就不会想要去成为别人，我自己是这样想了。突然发现我好久没碰林克了，林克已经是过去式了。魔戒里面也有精灵，对啊，萨塔玛镇解放战，今天就先这样吧，我把这边探索一下。这边有一个在湖上的啦，哦，这个是可以绕过来的。经典是永不退流行，对啊。老妇，精灵的老妇，老人，这个不是墓地哦，啊，还是我应该已经拜过了。什么东西这么多？艾维斯草，他为什么给我一次这么多？傻眼呢。如果你跟目标已经 99% 像了，只差在目标喜欢吃番茄呢，那我觉得这样 99% 就可以了，那个 1% 我们不必强求。林克是最强的，不过林克常常被搞，是林克常常搞别人吧。いらっしゃいませ。哦，这边的商店的店员就是精灵，但是他的那个，为什么我觉得他看起来有点像孕妇啊？他肚子那边凸凸的。世俗文学书。ありがとうございます。讲话好温柔哦。ここを出られるまでは買い戻しが可能。ここを出られるまでは買い戻しが可能です。拿到一个大树之弓，魔法攻击，这应该就是精灵弓手的专属的武器吧？就是因为他们
还有魔法吗？ここを出られるまでは買い戻しが可能です。ここを出られるまでは買い戻しが可能です。说好的强迫症呢？我早年会想要追求各种100%，但后来我学会了放过自己。我以前就是那种什么要素都想要全部收起，但是又做不到，就会很痛苦。ぜひまたいらしてください。技物を揃えて。哎呦，帅哥！気に入ったものがあればいいが。但感觉个性不是很好。叶子图腾，毒蛇盾。哦，这边有一个大树系列的武器，看起来都是加模仿的。看起来一般般啊，这个都是加那个魔法攻击了，所以这个地区应该有一些使用这些武器，但是主要是魔法攻击的职业。因为被搞，所以只好转职成灾厄林克吗？这游戏感觉好好玩，不过 Steam 好像没有。对 ，Steam 好像没有，它 Switch 跟 PS4 的都有。但是我建议，如果有 PS4， 就是买 PS4 版的。PlayStation 版啊，它 PS5 应该，它 PS5 也有。因为 Switch 毕竟，老主机了，它跑起来有点吃力。哎，这边我有部署了吗？哎呦，这边居然也有亲密度对话，哇，我这边的。这个刷出来一堆亲密度，我真的不知道该怎么办，每次都看不完。你要收集全世界帅哥吗？也没有啦，这帅哥看看就可以了啦，眼睛看看就可以了，保养一下，我觉得效果应该比吃叶黄素好一点。强迫症，香草社的游戏原则上不会上 PC， 好像是耶。而且他以前有一些游戏上的平台很奇怪，像那个龙村镇啊，龙村镇他有，之前好像是在 Wii 吧， 我有点忘记了，我有点忘记他最一开始是出在哪里，但是呢，后来他出了一个是在 PS， 就重置。在那个 PSVTV， PSV 还是 PSVTV， 反正我之前就为了他买 PSVTV 那个小小的，然后2000多块吧，因为在那上面，在那个版本才有 DLC， 因为我超想玩他的 DLC， 所以我就是被迫只能买。然后其他游戏有魔龙宝冠好像也没有，奥丁领域应该也没有，十三机兵没有吗？十三机兵没有 PC 吗？但我觉得香草社的，它的风格都很像，但是我觉得它到目前啊没什么雷，基本上你吃它的风格的话，它游戏性就都还 OK。 处处留情的证明什么东西？看看帅哥而已，这不就跟男生看看美女是一样的意思啊，没别的意思，没有什么特别的意思啦，就是欣赏美好的事物嘛，对不对？这样感觉还是要买 PS4 来玩更多游戏。我觉得 PlayStation 平台，我现在是觉得 Xbox 好像现在觉得做的好像比较好，虽
虽然说我觉得我自己自觉是索尼派的，但我觉得现在 Xbox 有越来越好的趋势。但这个我不知道有没有 Xbox 上有没有好多爱心。哦，你说那个爱心哦，啊，那个就是刷旅店的那个食物刷出来的。好啦，那今天就先进行到这里啦。我现在还没有办法把队伍增加到五个人，徽章不够，可能要再多刷一点吧。真的是很多爱心耶，哇，连这边都有哦。我觉得我玩很久了，我现在居然才解了两块地图。我永远是恩社的，你说任天堂吗？这款有哦，你是在 Xbox 玩哦。我觉得微软，这几年确实真的很用力在经营。因为我以前是绝对不考虑 Xbox 的，但是最近是真的有点心动，可能今年再看看吧。因为有两个游戏它没有出在 PS 上面，是没有出在 PS 还是两个游戏？好像有一个有，反正我会考虑 Xbox 啊，等游戏出了再说吧。除了 N 社，其他永不考虑，有这么挑食。好啦，那今天就到这边咯，大家晚安。晚安晚安，おやすみ。